それでは、この表題の論文を、長岡技術科学大学の自然言語処理研究室久島雅也が発表します。SE の性能評価のための、テストセットを作成したというものです。で、それを、サブミッションされたシステムで、評価して、いくつか知見を得ることができたっていう のが、概要となっています。で、まずイントロダクションです。まずその、自動翻訳において、語義曖昧性解釈は重要ということで、それはなぜかっていうと、やっぱりその語義のチョイスをミスると、翻訳が結構悪くなったり、理解不能な翻訳になってしまったりするという意味で、語義の選択は重要だという話があります。しかし、それを評価する、その WSE のシステムの機能を評価するっていうもので、ブリューなどが、やられてるんですけども、そういうのだと、翻訳をしているという結果はあるんですけれども、流暢性があるというような結果になっているんですけれども、妥当性があるとは限らないというような、ものになってまして、あまり、評価がうまくいってないような感じになっています。そこで、本論文の目的としては、再現可能かつ、半自動的な手法で、その WSE の性能と、妥当性の面から、定量的な評価を、行うということを今回の論文で目的としています。そのために、この論文では、目的に対比した、設定セットと、評価方法を提案しています。で、まずテストセットです。評価の対象としては、ここ書いてあるんですけど、ドイツ語から、英語のものに WST というものをベースに、構築しているそうです。詳細は、次ページから紹介します。まずその対象の単語なんですけれども、ドイツ語で語義曖昧性を持つ、20個の単語を対象にしています。語義の総数45個っていうのは、その1個1個に対して複数の語義があるというようなもので、単純に2倍以上があるっていうことで、1つの語義に対して、1つの語に対して複数の語義、3つ以上の語義もあるっていうことが、この数字から分かります。で、その構成なんですけども、その語義の総数45個に対して、最大100個テストセットとしています。で、そのベースにして、構築したという話なんですけれども、そのベースからの変更点として、そのマシントランジレーションのシステムの、出力結果を評価するということで、今までだとそのなんか翻訳の候補を、スコアリングして評価するというようなシステムだったんですけれども、それだとその、ブラックボックスなものだと、評価ができないということで、もう最善の翻訳結果だけを使った評価にしたいということで、そのために翻訳結果が複数の意味を取れる単語を、対象単語から削除することを行っています。例としてそのドイツ語でこの単語で、英語だとジョブやプレイスの意味があるんですけども、その単語、例えばその単語が、ポジションってもう訳されたときにそれがジョブかジョブの意味で使われているのか、それがプレイスの意味で使われているのかが全く分からなくなるということで、評価ができないということで、それを、このドイツ語のこの単語を、除くというようなことで、この翻訳結果がその複数の意味に取られないような、ものを、今回の対象単語にしています。で、次に、評価方法なんですけども、今回は半自動ということで自動評価と手作業の評価を、併用しています。で、自動評価では、出力された文が、正しく翻訳できているか、あとは正しくない場合、他の意味、他の語義での、翻訳が行われているかを、評価しています。で、自動評価の、その、場合分けというか、なんですけども、まず対象単語が正しく翻訳されている場合は、正しいと判断します。で、
対象単語が誤って翻訳されている場合っていうのは、まあ違う語義で翻訳されている場合ですね、は、まあ、誤りと判断しています。で、3番なんですけども、正しい翻訳と間違った翻訳ということで、まあ、一つの文章中に、まあ、曖昧性のある語が2つあったときに、まあ、一方は正しいけどもう一方は、まあ、正しくないようなっていうものは、まあ、手作業で検査を行うような感じになっていて、まあ、4番のその基地の翻訳結果とは異なる翻訳結果ということで、まあ翻訳されなかったり、まあ、意味不明な翻訳したときには、まあ、これも同時に、まあ、手作業で検査するような話になっています。で、その自動翻訳システムの、まあ、評価なんですけども、その対象となるシステムとして、まあ、ジャーマン・イングリッシュの WMT18 のシャードトランスレーションに提出された、まあ、MT システムを評価しています。加えて、まあ、ベースラインとして、このニューラルシステムと、まあ、シンタックスベースのシステムを同時に、まあ、ベースラインとして、まあ、評価の対象としています。で、まずその結果なんですけども、まずそのアキュラシーとブリューでの比の比較ということで、まあ、今回のその半自動での評価っていうのはこの左の2列になってまして、まあ、右2列は、まあ、ブリューの結果となっています。で、まずそのブリューの WST テストスイートのとこでと、まあ、そのこの列を比較すると分かるんですけども、かなりそのブリューが高いと、まあ、WST アキュラシー今回のまあ結果でも、まあ、高い成績を得られるというのは、まあ、相関関係があるというのがまず言われています。まあ、そして次に、この赤線引いたところなんですけども、まあ、オンラインシステムといって、まあ、匿名システムなんですけども、ここだけはそのブリューとアキュラシーで大きな違いが出ているということで、まあ、こっちは低いけども、まあ、アキュラシーだと高い性能が出ているということで、まあ、これはこの理由として、まあ、筆者らは、まずその学習データのそのドメインが制約されてないっていうのがを、まあ、理由として挙げています。で、次に、そしてそのシステム間の比較ということで、ちょっと見にくくなってるんですけども、まあ、上のが結構、まあ、多くのものが、まあ、ニューラルなものとか SMT だったかそういうもののものになってまして、下はまあ、アンスーパーバイズドもしくはルールベースのシステムになっているんですけども、この四角に囲まれたものがその2つどちらかになっているんですけども、まあそのアンスーパーバイズドか、まあ、ルールベースのシステムだと、まあ、あまりいい成績が得られないということで、この原因として挙げられているのが、なんかそのあまりうまく学習できてないようで、その頻度の少ない意味だと、まあ、あまりその出力をされているので、まあ一番多く翻訳される意味、多く使われる意味をそのまま出しちゃうということで、まあ、あまりいい成績が出ないというようなことが言われています。で、次にその NFT のシステムについての、まあ、比較となっているんですけども、こちらがまあそのシンタックスベースのもので、あとはまあニューラルのNMT のシステムになってるんですけども、その2016年時点ではあまりその NMT と SMT であまり違いがないっていうことなんですけども、2017や、まあ、この下のが2018年で提出されたもの、一番いいものになってるんですけども、と比べるとやっぱりそのだんだん改善されてきてるってことが言えます。で、その理由としては、そのコーパスの学習データに使われているコーパスの質ってことなんですけれども、こちらの下に表示されているのが、そのあのデータの質のいいものだけ、悪いものを使っていないような、まあ、学習データに悪いものを使っていないようなのシステムなんですけれども、データ量、学習のデータ量自体はその2017と同じなんですけれども、まあ、質の差ということで、結構フルの場合や、まあ、オートマティックの場合でも結構差があるってことが言われてて、まあ、その質が一つの理由なんじゃないのかっていうのが言われています。で、結論です。今回は、まあ、MT システムにおける、まあ、語彙選択のパフォーマンスを評価しました。で、テストセットの作成で、まあ、制約を加えることでほとんど自動で評価することが可能となったということで、まあ、その 95% 程度は、まあ、ほとんど自動でできたということです。
まあ、しかし、まあ、この評価にも、まあ、限界は存在することがあります。で、資格によって、まあ、翻訳モデルは年々改善されていることと、まあ、教師内システムなどは、まあ、あまりそのマシントランスレーションにはうまく向いていないということが明らかになったということが言われています。以上で終わります。